帰り道はギロチンの下に寝かされたような気分だった。いつ歯が落ちるかわからない。連れて帰っているこの人物は誰だ。一言も話さず、私はあなたの知らないことを知っているというような笑みを浮かべている。以前はそれが魅力的だと思ったが、こうなることを予想すべきだった。彼女は変わりつつあったが、俺は変われなかった。その違いはわからない。とにかく俺には理解できないんだ。動機がな。彼女は愛国者で CIA に勤めていた両親の後を継ぎ、彼らの働きに感銘を受け任務を信じた。そして期待に応えたんだ。何か見落としているのか。いつまでやってるんだ。あいつは口を割らない。そう焦るな。問題発生だ。ハローに手こずっているんだろ。驚きだな。彼女は腕に何らかの装置を埋め込んでいた。フェリックスは追跡装置だと言っている。ここがバレたのか。そう考えるべきだ。だったらここを出よう。あいつを別の場所へ。いや、移動してる時間はない。ここで迎え撃つ。パンテオンにハローを渡すわけにはいかない。その前に口を割らせるんだ。話すとは思えないけど。切り札があるから俺に任せてくれ。ただ準備に時間がいる。それでいいな、マシャル。やってくれ。他の者はこの家の守りの強化だ。これは強引な手段だ。ハローは耐えられるか。多分な。ここまでする必要が。5.5 人が相手じゃ分が悪いわね。さっさと理由を言えよ。いい加減にしろ。生物兵器で何を企んでいるか話せば。こんなことしなくていいんだ。それじゃつまらないでしょ。ジェン。なあ、頼むよ。話してくれ。なんだ、覚悟がないのね。私たちはもう別の道を進んだんでしょ。変わっちまったな。両親が残ってるといいな。やりたくない。これが本当のお前だ。しがらみも何もない。手を貸してくれ。お前は生物兵器で攻撃を計画してる。詳しく教えてくれ。やってみる。でも、私がそんなことをするわけない。今はどこにいる。ここで何かが起こった。
お前の家か。何が見える。ジェン、よく聞いてね。血が出てる。ああ、大丈夫。ちょっと怪我しただけ。自分の部屋から出ないでね。なんで銃を。ジェン、ベッドの下に隠れて。出てきてはダメよ。かくれんぼみたいにね。嫌だよ。ジェン、ねえ、お願い、隠れていてね。ベッドの下に。大好きよ。ママ、私も。子供の頃の記憶か。母親が危険な目に。ええ。なぜこれを思い出したんだ。トロイ、この日をずっと覚えているの。私を作り上げたものだから。これからも、この先も、もう分からない。クレードルについては何か思い当たらないか。多分、私の鏡と関係が。鏡？見覚えのある誰かが、誰かが鏡の中にいる。今すぐやめるんだ。何も話す必要はない。私は知りたいの。その口を閉じろ。ジェーン、大丈夫か。の場所にいる。鏡を直さないと、欠片を元通りにする。周囲を探して欠片を集めろ。謎解き数字を見つけ出せ。三つの数字を探し出せ。数字を順に並べよう。母は私のために宝探しを用意するのが好きだった。今どこにいる。私はボルクタに。ボルクタか。最近だな。そこで生物兵器を準備してた。どこへ運んだ。思い出せない。必死に努力して多くを求め、常に好成績を目指していた。厳しかったな。別に悪いことじゃない。厳しくも優しかった。幼い頃の経験は心に深く刻まれる。ベトナムから帰ってきた親父は壊れてた。俺もそれが忘れられない。どうだか。友達同士でお茶に来た。ゲストの数を倍にしよう。お前がお茶会とは意外だな。
実際にあったことだ。しかし長続きはしなかった。悲劇の後、想像の世界に逃避する人もいる。私は逆だった。数えて始めよう。トロフィーからバッジを引けば勝利は確実。母は探す時のワクワクが好きだった。パズルを解くこともね。親の背中を見て育ったな。だからお前と一緒にいるのが好きだった。私もそう思ってた。友達同士でお茶に来た。ゲストの数を倍にしよう。欠片が一つ、これであと二つ。トロエ、進展があった。何か見つけたか？下にいろと言われたけど従わなかった。ジェ、ダメ。ジェ、違う。ママ、どうして。よせ。ここにいなさい。大丈夫さ。ママを見て、静かにして。ここに隠れてるんだ。迎えに来るからね。でも、パパからお願いだな。勇気を出して。なぜ話してくれなかった、両親の最期。トロイが知る必要のないことだから。別の場所にいる。ここには来たことがある。研究所、運んでるのはパンテオンは。アメリカの研究所から生物兵器を盗んだんだ。少しずつ思い出してきた。大丈夫か？ええ、鏡のかけらがあった。私の上に。探せ。お前を解放する。答えを見つけるんだ。お前、奴らに協力するのか？エレベーターが停電してる。複数の発電機につながってるな。
まず一つ目。奴らに負い目を感じる必要はない。分かってるんだ。もう一つ。薬はすぐに切れるだろう。私はまた戻ってくる。何があった？何でもない。止まる気にかけてない。利用されるな。残りは一つ。どうだ、何か分かったか？タロエ、時間がかかりそう。エレベーターが使える。このために必死にやってきた。それをお前は台無しにする気か？これでいい。かけらは見つけたか？近づいてる。私はこんなに愚かだったのか。傷つけられた奴らに手を貸している。トロイなら同じようにしたはずだ。他のみんなも。お前は本当に何も覚えていないんだな。我々はたもとを分けた。私に構わないで。また鏡のかけらだ。ドロイ、これ以上はもうやりたくない。頑張れ。どんな経験をしてるにせよ、それ必要ない。